エレメンツは全部なんですけど、まあ、ジャンプもやっぱり安定感を出すために、まあ、今までの場合は量こなして練習してますし、表現力部分もこの間のリモートでちょっと直した部分もあったので、そこを重点的に確認したりとか、もうほぼ全日本のメンバーとあまり変わらないので、もう本当に世界のトップと戦っていくためには日本の中でもトップを取らないといけないので、ノーミスした上で、まあ、いい演技をして優勝できればいいなって思ってます。今までは、まあ、レッスンとかであれをやれこれをやれって言われてやっと動いてた方なんですけど、ステップとか自主練してる時はどうすればレベルが取れるかとか、どれぐらい回転数上げて綺麗にやればいいのかっていうのをちゃんと一つ一つ考えながらやってるので、まあ、完全自立はまだできてないんですけど、まあ、少しずつ、まあ、できてるかなと思います。スケートが生き生きしてると思うんです。ただただ躍動感みたいな感じで、とても生き生きとして、スケートってこんなに体を全身使って表現できるものなんだなと思うんですね。だからすごく自分で決めたんだとか覚悟してるっていうのを感じます。このコロナの状況で多分自分がそれでもスケートやりたいとか、そういうこともいろいろ考える時間が多分あったんだと思うんですね。多分お父様の指示もあると思うんです。覚悟してもう自分でやるって決めたから逃げ場所を作らないようになってるように見えますが、分かんないです、そこはちょっと、はい。